昨日釧路で起きた悲惨な事故。4歳の女の子が車にはねられ死亡しました。乗用車を運転していた70代の男性は運転操作を誤ったとみられています。高齢ドライバーによる交通事故はなぜ起きるのか、事故を減らすために何ができるのか、もう一掘りします。もう一掘り。事故現場にはまだ車が残されていて、母親と子供を含めた車のナンバープレートがへこんでいるのが分かります。昨日、市立釧路総合病院の敷地内で4歳の女の子と母親が乗用車にはねられ、沖津亜美ちゃん4歳が死亡しました。死因は腹などを強く打ったことによる出血性ショックでした。40歳の母親は軽いけがです。乗用車を運転していた77歳の男性はアクセルを踏んでしまったと話しているということです。もう一言じゃないですね。いたまれないし、いや信じられないですよね。男性は妻の運転で自宅のある根室から釧路の病院に来ていました。事故は玄関前で、妻が車から降りた後、男性が運転席に座りハンドルを握った直後に起きました。近くにいた車のドライブレコーダーには、病院の入り口から亜美ちゃんと母親が手をつないで出てくる姿が映っていました。その直後、停車していた男性の車が急発進、親子に突っ込んだ後ハンドルを右に切り、さらに前方に止まっていた介護タクシーに突っ込みました。映像には亜美ちゃんの母親の叫び声も記録されていました。警察によりますと、男性は70歳以上が対象の高齢者講習と75歳以上が対象の認知機能検査はクリアしていたということです。男性を知る人は、10月頃ね、去年今ねえ、そしたら危ない危ないとかってどうしたのって言ったら、いやいや向かいの人車庫に入れるのにぶつかってたよなんて言ってたから。高齢者の交通事故に詳しい山梨大学の伊藤康美教授は、運転の交代で気持ちの準備や操作の感覚に慣れていなかった可能性もあると指摘します。高齢ドライバーによる交通事故は道内各地で起きています。八雲町のパーキングエリアで高齢者が運転する車のドライブレコーダーが捉えた映像です。アクセルとブレーキを踏み間違え、車は駐車場を突き抜け、建物の柱に衝突し止まりました。一歩間違えれば大惨事になっていたかもしれません。また札幌では今月15日、80代の男性が運転する乗用車がピザ店に突っ込みました。男性は駐車場から出ようとした際にブレーキとアクセルを踏み間違えたということです。最近ですね、高齢者によるブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故も増えてますので、引き続き安全運転よろしくお願いします。今日、札幌市北区のスーパーでは来店した高齢ドライバーに交通事故防止を呼びかけました。訪れた人は運転免許証の自主返納を進めるパネルを見たり、反射神経を測るシミュレーターを使って運転の適性を確かめました。ちょっと緊張はしたけど、そんなに難しくはなかった。免許返納とか考えたことって あります。やっぱり70過ぎれば事故も多くなるだろうから、ちょっと考えてます。実際このスーパーでは先月19日、70代の男性が運転する車が店舗に突っ込む事故が起きています。この事故もブレーキとアクセルを踏み間違えたことが原因でした。道警によりますと、今年9月までに道内で起きた踏み間違いによる事故のうち、およそ半数が高齢ドライバーによるものです。しかし高齢ドライバーによる事故が多発していても、免許の返納に踏み切れないドライバーは少なくありません。ヒヤッとしたとかってそういう経験あったりしますか？たまにある。なんて言うんだろう、目の力とスピードのあれがちょっと違うのがね、やっぱり何年かしたら返さなきゃなんて思うんだ。
やっぱ今はもうちょっと買い過ぎない。やっぱ買い物がね第一なんで。生活の中でね免許証大切ですもんね。日々使ってると思うのでね、はい、で道内では65歳以上の高齢ドライバーによるアクセルとブレーキの踏み間違いによる事故相次いでいます。で道警によるとなんですが、道内では2018年からの5年間で踏み間違いによる事故が446件発生していて、そのうち高齢ドライバーによる事故は半数の223件で、今年1月から9月末まででもですね、全体では7件増えていて72件発生、うち半数近い34件が高齢ドライバーの事故でした。で下ですが、道内で運転免許証を、保有している人のうち65歳以上の割合は 25.5% なので、高齢者の事故が、割合でいうと多いということがわかると思います。高齢者の運転ミスによる事故、社会問題として、本当にみんなで解決しなきゃいけないのかなとは思うんですが、平野さんはどう感じてますか？そうですね、免許を返納したいって思っていても、さっき VTR の中にもありました通り、やっぱり生活のためにどうしても必要っていう方はかなり多いと思うんですよね、はい、で自分自身がその年齢に達した時、70前後になった時に、じゃあどのタイミングで返納するっていうのを意思決定するかなと思った時に、結構やっぱり難しいなと、まだいけると思っちゃうところがあるので、僕周りの人に言われたらちゃんと素直に返すっていうことは今から意識しておきたいなって思いますね。あとはやっぱり自動運転といった技術がどんどん発展して、こういった事故がなくなるっていうことを願いたいですね。そうですね。で事故を起こさないためにどんなことに気をつければいいのか、高齢者ドライバーの事故に詳しい山梨大学の伊藤康美教授に聞きました。まず普段の運転を家族や友人に定期的にチェックしてもらう、そして下ですね、民間の自動車学校の高齢者講習を受けるということでした。で定期的な運転チェックは運転技術の変化にも気づきやすいので、運転が上手なうちから始めることがなおいいよということでした。自分の運転技術を過信しすぎないことが大切ですよということですが、矢部さん、日頃から何か意識気をつけていることあります？そうですね、やはり僕も以前に比べると運転の能力って落ちてきているんじゃないかなというふうに思って、やはり今まで以上にしっかりと確認して運転はするようにしていますよね。ただ高齢者の方、この広い北海道、やっぱり車の免許がないとどうしても移動が困るっていう方も、こういう地域事情もあるでしょうからね。だから例えば免許を返納したらちょっと特典があって交通機関を安く利用できるとか、そうですね、高齢者パスとかありますよね。そうですね、そういったものをもう少し拡大するだとか、なんかさまざまな工夫というものを検討していきたいところですよね。こういう話題が出た時に、ぜひどの年齢の皆さんも一緒に考えてほしいんですけど、私もいつか老いるんですよ。だから人事じゃないし、あと自分の父親母親のことを考えて想像してみて、確かにどうしたらこう一番いい選択ができるのかで、ちょっといろいろシミュレーションっていうか考えてほしいなと思うんですけどね。いろんなアイデアを皆さんで出し合っていきたいですね。だから僕この伊藤先生が上のね、この家族友人に運転チェックってすごいいいことだなと思うんですが、ここのところのなんかね、言葉の書き方はね気をつけないと、やっぱりね相手に対してねちょっと配慮しながら言葉をかけないと、ちょっとそれでちょっと揉めちゃったりもしますからね。はい、自分の運転のレベルを日々確認するという意識をどの世代も持っていただきたいと思います。